お話し会来てくれた方ありがとうございました。ちょっともうお話し会の服じゃないんですけど、でも髪の毛巻いたけどもうちょっと今日は取れちゃった。ちょっと30分ぐらいだけやろうかなと思って突如始めました。あ、前髪切った、そういえば。突如始めました、こんばんは、どうも。どうもどうも。そう、多分これみんなの声が BGM になってると思うんですけど、そう、まだ会場にいるので、そう、時間を有効活用したいと思いやります。30分腕で持ち続けられるかな、私は。頑張ろう。パシェもいるんだけどね、パシェはね、頑張ってって言ってきた。パシちゃん、パシちゃん、パシェいるのに、そこにパシェ、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 荷物の準備してるパシェちゃんは。パシェちゃん、みんなお話し会、結構初めましての方も結構来てくれた、ありがたい、本当にありがとうございました。結構私手ぶれしない自信あるんだけど、カメラどう？でもめっちゃ目乾燥している。そういえばコンタクト、あ、くるんじゃね、パシェ、パシェくるんじゃね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 、フェイント、フェイント、パシェくるんじゃね、パシェ来るらしいよ。パシェ来るんだって。パシェいない。来た。パシェいない。来たよ、パシェ。来ました。イエーイ。パシェいないよ。終わった、終わった。出演料がかかるので。あ、そらはさん。やった。出演料がかかるので、お忙しいので。アイスあるよ。あ、言えばよかった。しくったな。しくったー。めっちゃ髪結んだらめっちゃパッツンに見える。まつげギョンギョン。そういえば今日久しぶりに事務所も行ったので、プレゼントもいただけました。皆さんありがとうございます。いつもかわいいのとか面白いのとかおしゃれなのとかいっぱいいただけてます。トゥルトゥルトゥルギャルとカボチャ、カボチャ帰ったんじゃない？黒ギャルはなんかまだいるような気がするけど、どうだったっけな、そんな気がする。パジちゃん、パジちゃん、パジちゃん、パちゃんが見えるところにもいますね、パセリさん。パちゃん腕疲れた。巨大かぼちゃすごかった。もうひょひょひょみたいな。大地さん、クマありがクマ。スポッチャみたいな BGM やばい。確かにガラガヤ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 だよね。周りめっちゃわかる。今日正直なんか最近さ、自分の食べたいものがわからなくて。なんかご飯食べてもなんか違うってなるんですよね。だからなんか全部食べれないんですよ。なんか今日、最近っていうか今日お弁当食べてもなんか違うってなって、私なんかさ、なんか何が食べたいか自分も分からんのよね。だけんなんか今日なんかでもお腹は若干空いとる。だけん辛い。でも何が食べたいか分からんけん食べれん。そうなの。え、お弁当全部食べてない、ごめんなさい。でもお腹は空いてるから何かが食べたいんだけど何かがわからないっていう深層心理。一つめちゃめちゃ食べたいものがある。何なんだろうね、何なんだろう。でもチゲとかは確かに食べれると思うチゲは食べれる。お弁当のエビフライと煮物は大好きで、そこは全部食べたけど、
そう、なんか、うん、ママンのご飯はないけど、あるっちゃある、なんかおかずは作っとるんやってけど、韓国料理、なんか辛い料理って言われたらちょっと食べたい気はする。辛い料理を求めとんかな、なんなんやろ、なんか自分の食べたいものがわからんのよ。お昼も家で食べていこうかと思ったけど、家で何もなんかうんって感じで、なんか米にタレをのせて食べる、あ、それなのかな、もしかして一番簡単なやつなのかな。で、そう、韓国料理がもう求める、韓国料理を求める体になっている。そう、待って、腕きついやん、なんか腕きつくない、ちょっと待ってよ。あ、でも漏れないかも、暗い。今さっきツイートしてたやつ見て、みほちゃん見たいって思ってショールーム開いたら配信やってんの、運命、運命でしかない、それは運命すぎ、そら運命よ、よろしく。待って、メイクポーチが絡まってる、自分に。あ、メイクポーチを支えにすればいいの。ちょっと何時かわからないんですけど、55分ぐらいになったら終わろうかなと思います。もう体操座りし始める、挙句の果てに。28、私何分から配信始めたんだろう。55じゃ遅いかな、ちょっと21分から始めたの、ありがとう。50分にランキング読もうかな、会場に置いてかれるの嫌だから、やっぱ椅子に座ろう。よっこらせ、なるほどなるほど。あ、ここの光がいい感じかも、髪の毛出しとこ。椅子がいいっすね。バナナパウンドケーキもね、作ったのにまだ食べてないから楽しみ。あの、オーブンから出して熱々の状態でちょっと網の上に置いて、ラップをフォンってかけて家からバーンってダッシュで出たから楽しみです。まあ材料は間違ってないので多分大丈夫だと思うんですけど。結構みんな声張ってる、でもそうかも、私も結構喉痛いもん、いつも、今日もそうなんですけど、かも、なんか自然と声張っちゃうかも。手の声さんから食べられたり、手の声さん、バナナスカンケン絶対食べん、嬉しいだけん全部残っとる多分。あとお皿洗いは全部済ませたから大丈夫、多分怒られることはない。偉いでしょ、そう、偉いの。偉いの、私偉いの、うれしい。そうなんですよ、だからもうパウンドケーキ食べようかな、家帰って。ちょっとまだ多分許容範囲の食べていい時間だから、そうしようかな。トゥ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 ルトゥルトゥトゥトゥ、あ、あ、あ、左腕に交代。ヨウちゃんこんばんは、やっほー。今日朝目漏れてなかったんですけど、無事に午後になって治りました。むくんでたんかな、朝やけん。明日早起きだから、ちょっと今日は早め寝たいなと思って、時間を有効活用したいと思って今配信しているんですけど、明日いつ配信しようかな。でもこの時間に配信終わっとるけん、家帰ってお風呂入ってとかして、ワンチャン10時ぐらい寝れるかもしれんけん、朝配信するかもしれないですね、明日。
いやー、5時の予感。いやー、さすがにその本領発揮はまだしないですね。けど、どうしようかなと思ってますね。何時にしようかな。まあ朝しなくてもまあ夜できるんですけどね。だから夜でいいかな。でもお話し会の受付明日の13時までだよね。朝しようかな。これでどうなるか変わるか分かりませんけど。はっきりちゃんと自分の意見言ってくれるのよかった。変わる？変わるならやっぱ朝配信するべきかな。やっぱ宣伝って大切だしね。そう、再販、本当に最後の再販、今のところはが明日までなんですよ。おすすめしているところツイートしてるのでぜひ見てください。ぜひぜひ。もうどうなるかわかんないですけど、ぜひ買わざるを得ない。ぜひお待ちしてます。結構今日も初めましての方もいらっしゃったので嬉しかったので、ぜひ来てください。1秒でも。ネイルとかいろいろ配慮があってできてないと思うけど、したいネイル、私ジェルネイルしたいんですよね。でもジェルネイルはダメなんでしてないんですけど、ママがめっちゃジェルネイルとかハマっとった時期があってめっちゃやりたいなって思って、透明感あるネイルをしてみたいです。ぷっくりの。ね、お話し会2度目まして、3度目まして、4度目まして、5度目まして、もう全然何でもみんな待ってますよ。本当初めましてもめっちゃ嬉しかったので、何度目ましてまでどうぞ。そう、しかもなんか会場では結構見かけたことあるけどお話し会は初めてっていう方も結構いらっしゃって、そういう方は結構なんかもう話した気持ちになってたりとかしてたから、なんかあ、やっと話せたんだみたいな、嬉しかった。ジェルネイル やりたい。なんか透明感あるやつがいい。なんかちょっと透け感のあるかな。違う状態での初めまして、あ、でっかいいやん。いろんなみんなとお話できる。私もいろんな格好してるからさ、今日も地味に456時間目で結構パーカーの色変えたりとか、あと最初制服リボンだったんですけど最後の時間ネクタイにしたりとか、メガネかけたりする時間もあったりとか、こうツイートもしましたけどね、緑好きなんで緑の制服で。そう、3色お腹いっぱい。あ、3色ってその色じゃなくて、あの、あ、来た両端に、 両サイドに来ますかね。あ、なんか遠近法使ってる右のやつ絶対。あ、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 おやったー。え、映らんの。今日大人じゃん。大人です。あ、でもこれ着替えちゃったんだね。そう、着替えちゃって見たよ、ツイート。かわいい、かぼちゃみたい。バカにしてるやん。かぼちゃみたい、かわいい。どうも。でも可愛くついてる。あ、本当だ。今日お姉ちゃんしてる、なんか私に対してやめて。君いつもお姉ちゃんしてくれないでしょ、私に。イエイ、お姉ちゃん詐欺。かわいい、ツインテール。そうなんです。映らんと思ってただろ。本当だよ、こっち来なよ。映そう。みんなでお尻3分割する。これ椅子無理だ。みんなお待ちかねですね。イエーイ。だってほら、お初見さんが待ってましたって入ってきた。本当に。そらちゃん、あずみんと浮気してました。そうなんです、あずみんと
デート行く約束しちゃったな。でも私たちも行くし、あ、デート行ってくる。あ、その日に行くの。うわうわ、あ、違う、なんかね、パセに遊び誘ったら、うん、美穂と行きますって言われて、行きますかって言われたけどさ、いや、いいよってなって、いや、もうこれはもう俺の味見てくれると思って、もう今日アタックしちゃいました。ずるい。え、おしめんよね、美穂。そうです、私のおしめん。ごめんな、ごめんな、行くわ。二人いつもおしめんかかってる。それな、やっぱ顔の好みが一緒、ね、一緒だよね。もう顔を見て、もうアズミンって思います。え、でもおしめんとかじゃないけど、もう養うよっていう意味で。くそーくそー、あ、それファンの人や。それファンの人なくて八つ当たり。ずるい、ね、空も早くお出かけしたい、みほりしましょう。本当にこの前ラーメン誘ってくれたのに、そうなんよ、福岡に行った、帰ってたから意見食って、パシェとはパフェね。パシェパフェ、パシェパフェ、パシェパシェ、パシェは下ですね、頭目。私はエゴサ中。汗汗汗、パセリメールで、ハートありがとう。みんなパセリメールしたらパセリが見てくれます。見てくれた。ラーマ。腕が。多いじゃないか。配信部屋間違えたかな。ね、どうも田中美穂です。こんなんが田中美穂だよ。かわいい、ツインテール絶対しないから。そう。誰ってなる。誰ってなる。確かにしないね。しない。しないね。いや、恥ずかしい、早戻して。あんた誰やって思われるから。赤くにね。ちっちゃい、なんか背、確かに可愛らしいね。ねえ、どうした。ド S だな、みほり。そこまでも追い込むやん。ズームする、なんなら。かわいくない、めっちゃ追いかけてくんじゃん。いてパーパーパピプペポーパって、あ、パって書いてるよ。パー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 、うんぴだ。どういうこと。アバターが、あ、そういうことね。死ぬ、やめろ。アイドル、みんな去っていった。誰かいる、誰かいる、誰かいる。あ、え、ウサギ映したいな。死なんで歯が悲しむ。あ、ゲスト来ました、また。あら、あの、ここら、ここの、このルームではコンプラ違反なので、こうしたいと思います。イエーイ、イエーイ。もう一人、もう一人いるよ、もう一人見えます、あっちにも。ずっと撮られとる、あっち。来ないんですか。マニーガールです、バイバイ。マニーガール、バイバイ。楽しそう。来ないの、しーちゃん。しーちゃん、空いてるよ。これは何の配信中。あ、私のただの普通の配信。あ、本当ですか。イエーイ。え、かわいい。こんにちは。ウルウル、本当。ちょっと今日はカラコンつけてみました。いい、初めてです、この2人揃ってて。イエーイ。え、かわいい、黒とピンクが。今日は一般人コスプレしてみました。確かにおらんよ、逆に。一般市民ですね。ありがとうございます、ご出演ありがとうございます。シミサラコール。ハートついてるぞ、シミサラの後にみんな、おいおい。若い子がお好きで。あー、もうみんなすぐ来て、みんなすぐ去って行ってしまうんやけど。パッちゃん、パッちゃんだよ。見とくね、見とく。パッちゃん、パを求めてる人いますよね、だっていますよね、パッちゃんを求めてる人。シミちゃんもいたよ。私はミホを求めてる。そうだよ、みんなミホの配信に。いや、いたわ、パを求めてる人。パを求めてる人。夜会おうね、配信で。イエイ。かわいくね、見返り、見返りパ。ほら、いる、ほら、いる、いる、いっぱいいる、いっぱいいる。パだよ、なんかやってるよ。あ、みんなごめんね、私の肩に落ちたから。私の肩にあるから、ごめんね、みんな。可愛くない、見て。あ、あ、ポキさん、しかもなんか自分隠してない。あ、隠れてない、え、隠れてる、なんか消えてない。待って、なんて光飛びしてる、つらい。ポ
キオポキさん、ありがとう、映してくれて ありがとうございます。買えるんですね、みんな。ポキオさん、セリカさんのラブラブを見せられました。今日なんです。いいですね、ゲストがもういっぱい出てきてくれまして。あ、なんかあそこに可愛い子たちもいっぱいいるんですけど、あの子はちょっと呼べんかな。田中の本命、本当に誰、本当に誰、迷うんだよな、みんな好きなんだよな。やっぱりさこ姫か、もう好きだし、今日もあの隣にいましたよ。最初のね1時間ぐらいしか会えなかったんですけど、え、自分の推しメン、あ、ちょっと離れていってしまった、悔しい。歩いてる。あ、アナもいる。アナじゃない、リネだった。髪の長さでもうぼやけて、リネだった。今アズミンが遠くに見えます。アズミンが遠くに見えますが、遠いです、さすがに。アズミンと最年少ノアピがいます。今日は1枚だけど、ありがとう、ありがとう。みんなもお話かありがとう。目合わないかな、私今コンタクトがもうカピカピだからあんま見えないっていう感じなんですよね。だからな、俺のあずみ、舞のあずみ、ちょっとリネタンと目があった。おもろい、リネタンまだあの格好でした。やばい、おもろすぎる。ダメですね、遠いですね、ちょっとさすがにこれは恥ずかしい、呼ぶのが。みんなとお話ししとこう。ギャルはもう今からギャルじゃなくなっちゃうかも。ギャルは多分投稿されると思うので、ツイートとか。もうすごいよリネタン、マジでよく思いついたなって感じなので見てあげてください、ぜひぜひ。あ、推しメン来た、みちさん来た。ちょっと可愛くしよう自分を。可愛いよ、みちさんがいる。でも遠いよみんな。ミツバチ、ブンブン。ミツバチ。あーです。はい。映ってくれる。気持ちいい。ありがとうございます。出演料を払います。ありがとうございます。来たよ。幸せが起きました今。あっ、あずみんだ。え、マイナスでいいですか、マイナス、マイナスで。あ、ギャル、ギャルも出てきた。ギャル、え、ギャルがちょっと見たいらしいんですけど、ダメですか、ちょっとギャル見たいっていうあのファンの方が。100円。あ、分かった、うまい棒10本。ギャル来ました。あ、今だと100円なん、やばいね、やばい、オッケー。やばいやばい、怖い怖い、死ぬ。走って逃げていった、おもろい。あ、通りすがりのギャルがゾンビ、やばい。面白い。いやー、すごい元気なメンバーが多くて楽しいでございますよ、ほんと。今何分なんだろう、大丈夫、私、あ、まだ大丈夫ですね。あー、楽しい楽しい楽しい。あとはアズミとモアピを呼べればいいんですけど、ちょいっと遠いですよね。そう、今のはリネタン、ギャルリネタンです。おもろすぎる、マジ。襲われないでね。大丈夫です。ピクピクピクピが回ってる、そこをなんとか。くーくー、確かに田中お話か終わり、テンション高い、間違いない。確かにノーピー時間があるんか。
飛んできた、魔法、マントで飛んできた。あー、かわいい。ありがとうございます。来てくれました。出演料払わないと。いやいや、ありがとうございます。かわいい。ピピピピピピのアピ。ありがとうございます。すいません、すいません、なんかこんなにゲストをいっぱい呼んでしまい。天使、かわいい天使、それな。ピピピピピピ、ちゃんとあのマントつけてるじゃないですか。だからマントでこうやって来ました。移動こうやってちゃんと来ました。ちゃんとマントで飛んでた。めっちゃおもろすぎた。なんか小学校の時とかもおるよね、こうやって飛んでくる子。これだった。かわいい、かわいい&かわいい。ありがとうございます。なんか敬語になっちゃう。あ、なんか緊張しちゃって。そうなの。最終的にみほりんで整います。ありがとうございます。今日の日本で一番楽しい現場。あとでおやつあげとく。 OK、 あげとくわ。そうしよう、そうしよう。かわいい。こんなにゲストが出た配信はちょっと初めてじゃないですか。え、それな、ラストあずみんいけたらいいんですけど。あずみんはね、そのノアピに夢中で。ノアピに夢中なんだよな。あずみん、あずみん、あずみん、あずみん来るかも。お願いします。お願いします。すいません、お邪魔します。おしめん来ました。岡田あずみです。覚えて帰ってください。ありがとうございます。ソラハさんとデート行くんですか。行きます。いいんですか。あ、じゃあ私とも、あの、私とじゃあ2回2回行ってください。行きたいです。え、お願いします。やった、ソラハさん2回行くんで。俺のあずみだから。いや、俺のあずみなんで。いや、俺のあずみなんで。いや、俺のあずみ。何を言ってるんですか。やめろやめろやめろ。さあ、ね、ユニバ行こうね。じゃあディズニー行こうね。ダメだ。じゃあ海外行っちゃおうか。やばい。じゃあ何カ国行こうか。あのジーヤのジェットで行くけど。ジーヤのやめろやめろ、負けるわそんなもん。負けちまうだろ。本当にジーヤがいるんですか。いません。すいません、やばい、純粋すぎた。やめろやめろ、ダメでしょ、こうやって嘘つかれちゃうから。一緒に行こうね。バイバイバーン。コメント欄大丈夫？めっちゃ笑ってます。笑ってます。大丈夫？笑ってます。大丈夫？わあ、笑う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 。すいません、仲良くしような。仲良くしよう、仲良くしましょう。仲良くしよう。イエイイエイ。ありがとうございます。ありがとう。楽しいですね。ねえねえあずみんとか、お、なんか言ってる。あ、楽しかったです。皆さん、ということで今日はもう楽しい配信になって、あの最後推しメンも出てくれたので、推しメンが2人も出てくれたので終わりたいと思います。あ、ちょうど50分なんだね。ありがとう。では行きます。22のみほりん賞はピューロジーさん、パチ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 。そして13位レグルスさん、パチ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 。12位初みほなった人さん、パチ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 。11位あみつあとみほんりーさん、パチ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 。10位あすみずきさん、パチ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 。9位リーツさん、パチ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 。8位泉ちゃん、パチ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 。7位メトロさん、パチ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 。6位寺月さん、パチ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 。5位キタさん、パチ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 。4位ユナイテッドさん、パチ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 。3位ジョーさん、パチ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 。2位大地さん、パチ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 。そして第1位竹まつるさんでした。パチ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 、ありがとうございます。ちょっとカオスすぎだと思うんですけど、とても楽しいね。まだメンバーいるから置いていかれずに帰れると思います。好き知ってるよ、ありがとうございます。ということでまた明日会いましょう。ではサラビだ、最後のゲストはサラビです。前髪確認するなって。これで鏡かな。バイバイバイビー、お会いに。バイバイ。